皆さんこんこにちは小森です今日も一緒に日本語の勉強をしましょう。今日は JLPT の N4JFT の A2 を受ける人のためのコース、えー、読解の18回目になります。18回目、どちらでもいいですよ。18回目。情報検索の読み取り方の4回目になります。では、私と一緒に勉強しましょう。はじめに紙と鉛筆を用意してください。 1>, 1つの情報で問題が2つあります。問題1、2を、えー、2つを5分で解いてください。問題ページは全部でその2ページだけですから、えー、それぞれのページに情報と問題が載っています。問題ページは、えー、この動画では5秒だけしか流しませんから、えー、皆さん自分で 動画を止めてポーズにして問題を解いてくださいね。答えは1、2、3、4の中から一番いいものを一つ選んでください。5分経ったらやめましょうね。問題の中に私が回答をします。自分の答えが合っているか確かめてください。では自分でこのスマホでね、えー、このタイマーがありますから5分をえタイマーセットして始めてください。今から すぐに始まります5秒だけ流しますので止めて問題をしてくださいねでは始めますはいピピーピー5分経ちました <laughs> あなたのタイマー5分経ちましたか で全部終わっていなくても5分経ったらやめましょうね。では、今から回答をしますから、あなたの答えが合っているかどうか、それからいやどこかわからないところがあったら、私のこの回答で、えー、意味を、えー、探してください。はじめに、この情報を読みます。読んでいきますね。体育館の使い方。 学校の体育館を使うことができます。スポーツを楽しんだり、新しい友達を作ったりしましょう。使える日、土曜日と日曜日、1週間前までに予約してください。貸し切ることができます。月曜日から水曜日の3時から5時、予約しなくてもいいです。 みんなで場所を分けて使うか、一緒に試合をするなどしてください。ボールなどの借り方、貸し出しノートに、クラス、名前、借りるものの番号、借りた日を書きます。使った後、必ずその日に返してください。注意、外の靴を履いたまま 入ってはいけませんきれいな靴に変えてください体育館の中で食べたり飲んだりしてはいけませんさあどうですか皆さんこの中にわ、えー、からない文章わからない言葉はありましたか少しだけ言葉の説明をしますまず体育館っていう意味ですね体育館の使い方これは体育館というのはジン えー、学校には必ず体育館という大きい建物がありましてそこで、えー、生徒さんたちは体育の授業でバレーボールをしたりそれからバスケットボールをしたり、えー、そういうことをするわけですけどもその体育館を使うことができます。ということはあの学校に来ている生徒さん 以外も使うことができるっていう意味なんですねこれはねジム体育館の使い方学校の体育館を使うことができますもともと、えー、学生の小学校だったら小学生中学校高校だったら中学校高校の生徒が使うためのジムなんですけども学校以外の人も使うことができますよということですねはいじゃあ次は 貸し切る。ここ。貸し切ることができます。これは土曜日と日曜日は貸し切ることができます。貸し切るっていうのは、to reserve, to charter で。で、貸し切るっていうのは、not share っていう意味です。全部を、えー、すごいあの体育館っていうのは広くて大きいんですけども、それを貸し切る。全部。 借りることができるんですね。はい。では、えー、次は、わ、分けて、分けて、ここね、みんなで場所を分けて使う。分けて使う。分けるっていうのは、share, to share という意味で、あの、借りたい人が2人いたら、こう、分けて、 使ったり、一緒に2人で一緒に試合をする。まあ、チームですかね。2人っていうよりも、A チームと B チームというよね、試合をするなどして、シェアしましょうという、シェアしますということですね。はい、次は、ボール。ここにボールっていうのがありますね。ボールなどっていうのですから、ボールだけではありません。この、えっ、ー、と、備品って言いますか、この学校の体育館には、ボールや、それからネット、 やいろいろな器具などもありますから、そういうものを借りることができます。それがなどです。ボールだけではありませんね。ボールや備品などの借り方。このボールっていうのは、ボール。ボールのことを日本語でボールと言います。はい、次は、貸し出し。この漢字、貸し出し。ここですね。 貸し出しノート。これは貸し出しノート。ノートをこう就職しているんですね。貸し出しっていうのは lending, ロ l o n という意味ですけども、学校から借りることができるという意味です。貸し出しノートがあるんですね。そういうノートに、えー、ボールなど借りたいときには、そのノートに書いたら借りることができます。 お金払わなくてもね、借りることがノートにさえ書けば借りることができるんですね。貸し出しノートにクラス、名前、借りるものの番号、借りた日を書いて、えー、使ったら必ずその日に返します。そうすれば、えー、何でも借りることができます。ただ、勝手に借りないでノートに書いてくださいという意味ですね。はい、次は問題を読みます。 問題、左の体育館の使い方を見て下の質問に答えてください。答えは1、2、3、4から一番いいものを一つ選んでください。で次は、えー、質問の1です。カクさ,さんは火曜日4時ごろからバスケットボールがしたいです。どうしますかということで1。 一週間前までに体育館を予約します。に四時ごろ体育館に行って、人がいたら終わるのを待ちます。三、その日の三時までに体育館を予約します。四、四時ごろ体育館に行って、人がいたら一緒に体育館を使います。というふうになってますね。一番と一番。 1>, 体1週間前に予約、リザーブ、予約します。えー、3番が予約ですね、えー。2番と4番は違います。1と3が予約って書いてありますけども、さ火曜日の4時頃っていうふうに書いてありますので、さあ、それを探します。火曜日の4時頃はい、こちらの方は火曜日から水曜日の3時から5時ですから、ここになりますね。こっちではなくてこっちです。 火曜日の4時頃バスケットボールがしたいです。そうすると月曜日から水曜日のここに当てはまりますから予約しなくてもいいですって書いてありますね。予約しなくてもいいです。ですからここに予約しますって書いてあるから1と3は×です。2か4になりますね。でその後みんなで場所を分けて使うか一緒に試合をするなどしてください。 みんなで一緒に使いましょう。いうシェアですね。で、2番は、1、えー、と3が違いますから、2番は、えー、4時ごろ体育館に行って、人がいたら終わるのを待ちます。ここは人がいたら一緒に体育館を使います。ということで、シェアは4番ですね。ですから、答えは4番になります。はい。では、次は、えー、問題の2に行きますね。2番、問題の2。 あるさんは4月3日にバレーボールを借りたいです。貸し出しノートにどう書いていつ返さなければなりませんかで ?1、N クラス R32 番4月3日と書いて4日に返します。2、N クラス R バレーボール4月3日と書いて3日に返します。3、 N クラス R32 番4月3日と書いて3日に返します。4N クラス R バレーボール4月3日と書いて4日に返します。というふうになってますね。わかりますかね貸し出しノートにどう書くんですかそしていつ返すんですかということが問題になっていますけども。さあ ボールなどの借り方。この人はバレーボールを借りたいんですね。で、ボールなどの借り方は、貸し出しノートに、クラス、名前、借りるものの番号、借りた日を書きますと書いてあるので、ので、えーっとえー、貸し出しノートに書くんですけども、まずクラスですね N。N クラス、N 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 クラス書いてありますね。全部書いてあります。次、名前、ある。 ある、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 さん,さん全部書いてありますね。1、2、3、4、全部に書いてあります。次が、借りるものの番号って書いてありますから、32番は番号ですね。バレーボール、バレーボールは番号ではないですね。きっと、バレーボールとかバスケットボールに番号が書いてあるんですね。ですから、その、えー、番号を書きます。バレーボールと書くんではないですね。番号を書きます。ですから えー、2番と4番は違います。1番か3番ですね。次、借りた日を書きます。4月3日。これは一緒ですから、さあ答えは1か3か、このどちらかです。で次に見るのは、いつ返さなければなりませんかですけども、いつ返すかですね。えー、ここに書いてあります。使ったあと、必ずその日に返してください。使った日に返してください。 で使った後必ずその日、これは使った日という意味です。使った日に返してください。で、借りるのは4月3日に借りて使うので、これは4月3日に返さなければいけません。えー、ですから、えー、バレーボールは違いましたから、1と3ですけども、えー、と書いて4日に返します。4月3日に借りて4日に返します。 4月3日に借りて3日に返します。ということで、その日は3番ですね。必ずその日に返してください。ということで、この3番が正解になります。さあ、問題1つ目、2つ目。どうですか ?2 つともできましたか ?5 分でできましたかこれで回答終わります。あなたはいくつ答えられましたかたった2つで5分ですからね。 えー、もっともっと一緒に勉強していきましょうね今日も、えー、小森の授業を見てくださってありがとうございました一緒にこれから少しずつ勉強をしていきましょう、うん、読解は皆さん難しい読解で点が取れないっていう方が多いので読解は数をたくさんしないとなかなか自分の身につきません覚えられません一緒に勉強していきましょうまた新しい動画ができればお知らせしますので 登録の方してくださったらお届けがいきますよ。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。